ゆうさん、ゆうさんに質問です。はい、携帯置いて。ゆうさんに質問です。はい。今日は何の日でしょうか？521です。何の日でしょうか？付き合い始めたあれです。覚えてましたか？はい、521覚えてました。おー。で、なんかかしこまって声取られるとちょっとなんか結婚記念日を最近意識してたから不意打ちというか、なんだろう、なんかある感じ。何怖い。もう一つ質問です。何これは何でしょうか？え？うわ、何これ？これなんでしょうか？すげえ、ミルクレープ。ああ、わかった。すげえすげえすげえ。わあ、これちゃん、わあ。残念なんだけどピントが合わない。ミルクレープ。え、何の？え、誰の？なぜかピントが合いません。ダリのここのダリのここの。あ、やった。はい、で何でしたかこれは？え、ミルクレープ超大好きだから。ミルクレープに見える。見えます。見えました。ごめんなさい、私何にもしてないってなんかすごい罪悪感に襲われてる。こんなに見えるけど実は2時間かかったからね。やっぱ。ケーキ。わー、ミルクレープ。うわ。ミルクレープ作るって決めたのはいいんだけどさ、デコレーション考えてなくてさ。ミルクレープっていうのはさ、デコレーションとかないでしょ。こんなもんだよね。うわー、うまそう、超うまそう。うわ最高。ミルクレープ、これミルクレープなってる。もうその名の通り、うわ、やば。ただちょっとね、甘くなかった。すげえ、これ見て、このね、ミルクレープの何がいいって、この層が重要なんですよ。これ何重層でしょう。すごい、この断面見てください。これすごい、ミルクレープ、やば。これね、こう見えて2時間かかったから。かかりますよ、これは。だってこれ一つ一つ丁寧に層にしていってるんだから。うわー、美味しそう。すっげえ気の遠くなるような作業ですね、これは。うわー、美味しそう。ここのダディのここのとこで。え、ほんと？え？おいしい。あ、すごい。はい、チーズ、イエーイ。何年目ですか？ですね、私が今37歳なので、そっから逆算すると13年、14年目に突入でーす。13年経過したということで、はい。おー、すげえ。ここちゃん、何甘々してるんでしょうか？おいしいね。びっくりです。びっくり、ひゃっくり、とっくりといったところですね。待って、ここちゃん、マミーにせーのでありがとう言うね。せーの、ありがとうございました。どういたしまして。じゃあ、ここちゃんにレビューしてもらいます。これね、ミルクレープに関してはね、ここちゃんうるさいからね、どうでしょう。ヤミーですか？うん、どうでしょうか。もう、公開に行きました。うおー、おいしい。おいしくないわけがないよね、これ、こんな。どう？ヤミ。わ、なんか来ました。なんだこれは。何か乗ってます。ミルクレープの上に。これは蜂が作った蜜というやつじゃないですか。すげえ、プーさんや、これ。プーさんのやつや。めっちゃうまそう。見てください、これ。映えますね。やばっ。食してください。それでは、いただきたいと思います。はい、まず、食レポっていうのが初めてなのでね。ちょっと。赤ちゃん豪快やね。ちょっと食レポっていうのはね、まずね、レポーターの人はね、まずこういう風にね、大きく切って、このまず断面を見せるっていうところから多分レポーターの人はするから、見てください、この断面。これですよ。ミルクレープっていうのはこれです。そしてこの滴る、この蜂蜜。さあ、行ってみましょう。ヤミーじゃない？うわー、美味しい。やっぱ美味しい。美味しい。やっぱ。よかった。うん。クレープがまあ甘くなかったから、でもココちゃんにはちょうどいいかも。うんま。これですよ。ココちゃんの食べ方。コーヒー飲みたくなってきたこれ。やっぱ。コーヒー作ろうか。いやー、今日なんか至れり尽くせりですよ。覚えてる？大学生の時にさ、私がさミルクレープ作って失敗したの。いや、覚えてます。ちょっとリベンジというか。でもあれ美味しかったよ。でもあれも美味しかったよ。うん。今回リベンジということで。大成功ですね。よかった。最高です。すごいサプライズでした。そして私はすごい罪悪感に襲われて。これからもよろしくお願いします。じゃあね、See ya。バイバイ、わここちゃん。See ya。See ya。